今日は電車とバスを乗り継ぎ、カンボジアの秘境ロンサンローム島に行きます。カナダ人の友達ジョンにも再会します。おはようございます。今日はカンポットからロン島に行くために、とにかく港に行きます。そのためにバスステーションに来ました。ごめん、間違えた。バスステーションじゃないじゃん。電車の駅に着きました。そして、パクセイで出会ったジョンと合流しました。 Yeah, it's like super easy. Thank you. 駅の売店で朝ごはんを買って電車が来るのを待ちます。私は卵とお菓子を買いました。これはカンボジアでよく見かけるお菓子、実はこの辺りの名産品らしい。朝早いので本当にひどい顔をしている。カッパエビゼンの形をした卵ボール、おいしい。めっちゃ水分持ってかれるけどおいしい。またカンポットで卵を買うと美味しい胡椒のお塩をもらえるので、とっても美味しく卵も食べることができました。美味しく朝ごはんを食べていると電車が来たので電車に乗ります。はい、写真撮ってる。かわいい。出発します。この電車はなぜかかなりの頻度でとてもうるさいクラクションを鳴らしました。大自然に囲まれ気持ちいいですが、少し耳が痛かったです。なんとこのまま下に落とす方式。嘘でしょ。そんなことある？やばくない？何はともあれ、窓から外の景色を見るのはとても楽しいです。このうるさすぎるクラクションもなんだか愛おしい。ニワトリさん、本当に次から気をつけてね。何のためにクラクションを鳴らしているのか理解することができました。さて、そろそろ港町シハヌークビルに着きます。宿直がみんな回遊していますね。じゃじゃーん。港町というだけあり、たくさんのコンテナが置いてあります。すごい。 Thank you. 知らない人が無料で乗っけてくれるって。駅から港まで長い距離を歩こうと思っていましたが、知らない人が突然止まり車に乗せてくれました。船のチケットは往復で$13、日本円で約1,800円です。じゃあ、お帰りになります。 Thank you. ほっ。ハロー、こんにちは。こんにちは。小さな船に乗って40分、ロン・サンローム島に着きました。ちなみにロン・サンローム島はこの辺り。ロンサレムんだよね。着きました。海だ。ブランコだ。でこんなに白いんだ、砂が。あ、海の匂いがする。あ、海だ。海の上にハンモック。
そして海のところにブランコ。久しぶりの大好きな海、本当にワクワクしました。ビーチ沿いでゆっくりできる場所がいくつも用意してあります。荷物を置いた後は海でゆっくり動画を撮って楽しんでいると男が現れました。すごい、バラクーダ。男は手に魚を持っていて嬉しそうに帰っていきました。私も魚を見つけました。私の足を見てね、何かをね悩んでいます。行こうかな、行かないかな、どうしようかな。日が暮れてくるとさらに雰囲気が良くなってきます。ほら透き通ってる。だってこんなに私の手、これほら一番下まで、ほら なんだこの着方は。こうやって届いたよ、あれみたい。なんとケインは国民的キャラクタードラえもんを知らなかったので説明しました。 Very good actually, yeah. So maybe, I don't know, like Teddy Bear gives you an idea. I don't know, like Teddy Bear gives you an idea. そう、外国人はドラえもんが猫型ロボットであることすら知らなかったのです。その後夜ご飯を食べようとしていると、あ、ドラえもんだ、ドラえもんサウンズ。偶然にも誰かがドラえもんの音を流しました。わけが分かりませんがご飯は美味しかったです。途中でご飯をもらいに来たワンちゃん、かわいすぎる。あの、ご飯を分けてくれませんか。島にはたくさんのかわいいワンちゃんもいて本当に癒されます。ジョンはずっとワンちゃんを撫でていました。なので私もジョンの頭を撫でてみることにしました。ジョンの頭は本当にツルツルで驚きました。彼は毎日毎日頭をシェービングしているそうです。あドラえもん。この日から私にとってドラえもんはとても特別なキャラクターになりました。ハッピーアイスクリーム、私がハッピーアイスクリームを教えたのに負けました。あ、Thank you。 夜になるとビーチ沿いに火が灯されより幻想的になります。宿までの帰り道までこんなに素敵な気分になれるなんて最高です。宿に帰ると部屋の中にお客さんが来ていました。私たちはこの子にドラえもんという名前をつけてペットにすることにしました。おやすみなさいドラえもん、逃げないでね。明日は海に遊びに行ったりバーでボードゲームを楽しんだりします。それではおやすみなさい。